あんたあの船に乗ってどこへ行くんだい？何何？アフロカ大陸のサファル砂漠。それじゃあんたはあれを探しに行くのか。幻の砂の都ケフィンを。昔すごい王国だったらしいね。錬金術という魔法で栄えた王国。誰が言い始めたのか、黄金が眠っているって噂じゃないか。そこの住人は皆不老不死だというぜ。錬金術のおかげで飢えも病も争いもない理想郷、それがケフィン王国だけど、当然誰も見たことはないサファル砂漠のどこかにあるという話だが、砂漠の奥はすごい砂嵐が止むことなく吹き荒れている。錬金術の火で起こされた砂嵐だそうだ。誰も近づけないそうだぜ。それに何、砂漠の楽園なんてきっとただの噂だよ。それでも行くのかい？そうかい。じゃああんたの旅の無事を祈らせてもらうよ。まだ名前を聞いていなかったな、赤毛の兄さん。あんたの名は？長旅。ここが北アフロカか。さて、船で話していた通り、そうか。じゃあな、アドル。じゃ。お前は異国の冒険家か。町へ入る前。赤毛のた。は。怪しいものを発見。そのものに。そんな暇があるなら、はっ。すまんな、この者たち迷惑を。行くぞ、お前た。はっ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
Thank you.